今回は最新セレクトボックス引くか引かないか喋っていく。はっきり言っていくよ。どうも、キョリニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、この最新セレクトボックス、マスカレードハレースとかジャファーとかね、このチャームツーム、フック全長とか、まあ当たりキャラはね、まあいるはいるんですけど、マスカレードマルフィセントっていうね、だけど引くべきか引くべきじゃないか、ちょっとはっきり言いますね。結論、引かなくていいです。うん、引かないでください。はい、引く必要がないっていうのがまあ理由ですね。まあね、強いて言うなら、このフック船長のチャームツムか、まあ謀略の大臣ジャファー、あとはマスカレードマレフィセントだけど、どれもね、正直今更育ててもあんまり意味がないかなっていう。このね、途中まで育ててる人がいるんだったら、そのスキルレベル上げるために、あの引くとかはありなんですけど、あの持ってない人、これさっき言った3体、このフック船長、ジャファー、マレフィセント、持ってない人はこれ別にゲットする必要はないんで、やらなくていいです。はい、ということでね、じゃあ一回ちょっとね、引いていきたいと思います。はい、はい、どうも、はい、オリバーでーす。あー、でもね、もう一回だけ引いちゃおっかな。うん、こんなもんだからね。うん、何これ何これ、フレット、なんじゃこいつ、眉毛太っ。まあこんなもんだからね。うん、引かなくていいと思います。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ、恐竜ニキでした。